や、すごかったっす。はい、こんにちは、エンビです。今日は、Vlog 的な内容でお届けいたします。ここはですね、2月1日ですかね、関東闇市という MB ラボ、僕が主催するオンラインサロン MB ラボのイベントで、まあ本当に30人とかそのぐらいの規模でですね、和気あいあいとこんな感じでやってるイベントなんですけれども、古着をみんなでかき集めて好きなもの持って帰っていいよっていう、まあ交換会みたいな感じですよね。そこで僕が来て飲み食いしながらお話ししてっていう感じですね。めっちゃ多いんですよ。多分何も考えないで作ってる。これ全部ラボ面の古着ですけど、なんか良さそうなのありそうですか？はい、なんか探しましょうか。バーイ。毎週会えるの？毎週会えるの？確かに、確かにそうです。もう以前わかんない。はい、ところ変わってこちらはニュースピックスですね。2月4日かな、2月4日に、生放送、ニュースピックスっていうアプリの生放送アップデートという番組に出演させていただきました。幕開けの創業者だったり、アパレルのご意見番小島さんだったりとかですね、さまざまな方と、討論をさせていただきました。今回のテーマは D2C は金になるのかという話ですね。この模様は今でもツイッターや、アップデート のニュースピックスのアプリでご覧になられますので、興味があればぜひご覧になってください。店舗やり始めたりとかして、なんか古典的なアパレルの発想で店舗出して在庫持ってもっともっと拡大しようみたいなことやってるからおかしくなるんであって、で2、1、はい、もう1枚いきます。3、2、1、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日は、アタッチメントの展示会に行ってきます。展示会って何ですか？展示会はバイヤーさんとかプレスさんとかに、サンプルを見せて発注をもらう、はい、半年後に納期みたいな、ね、ちょっとバイヤーもやってるけど、一応これは個人オーダーなんで自分の好きなのついてて買ってくるって感じ。半年後に到着、はい、お届けする。まあつまり今、2020年の2月、はい、3日ぐらいですけど、だいたい7月とかに届く感じですね、はい、次の秋冬の商品、はい、あれですよね、アタッチメントがブランドでセレクトショップのバイヤーが来てセレクトしてくるっていう、そういう感じっていう展示会に今から行ってきます。行ってみたいと思います。おいおい、伊勢丹、銀座、六本木はやっぱこういうものじゃないと売れないし、渋谷のパルコみたいなのはそういう。時間あったらディスカバーで行ってみてください。ああ、わかりました。はい、というわけで、アタッチメントに行って2軒目がレインメーカーとミル、はい、レインメーカーとメゾンビルの展示会に行ってきます。はい、行ってきます。おーっとっとっと、ああ、映ってない。もう一色、あ、そっちかな。全く終えてない。もう終えてねえ、何も。超かっこいい、それ本当やばい。
あ、そうじゃない、そう、そう、あ、そうじゃない、はい、逆光だな。あー、分かる。これで引く。それやばそう。やばそう。僕が行きたいな。皆さんこんにちは。こんにちは。元気ですか。さっきまで自分がしっかりしてたじゃん。皆さんに元気を求めるっていう。自分が超元気ならわかるんだけど。いやなんか。瞬間にさっきでパスタ食べて。パスタ食ってそうこうしてたら、あれもうこれ時間やばいんじゃないかみたいな感じで頑張ってきて5分遅れみたいな感じでしたけども。皆さんいかがお過ごしでしょうか。おはようございます。今日何の話をしましょうかね。まあ、小鉄さんにすごいごめんなさい、コラムを書いていただいてですね、もう昨年の話ですね。わかりますよね、そうですよね。いや、これがブランドってことなんですよ。で、これって普通に日常生活でも使えることだし、サラリーマンとしてビジネスマンとして普通に仕事でも使えることだし、もちろん起業家としても使えることだし、ただなんかね、ちょっと距離を感じるのが寂しいところではあるんですけどね。やっぱ世の中のその なんで僕がね、この去年ぐらいから急に、はい、この日は MB アイテムの制作打ち合わせですね。細かいボタンの位置とかを決めてる感じですね。かなりハイブランドとかの生地を扱ってる生地メーカーさんから、素材を提供いただいて、今シャツとパンツを作ってますね。わずかなその着丈の差とかを見ながら調整しています。こういう仕上がりでも可愛いです。はい、こちらは生地を選んでる様子ですね。春夏にストライプシャツをやろうかなと思っているんですけど、これストライプ見てないね。これ何の生地だ。無地シャツ素材かな、なんだろうな。あ、ポンチ素材か。ポンチのあのスウェットをやろうって話をしていて、それの素材を見てる様子ですね。こんな感じで生地の切れ端を見ながら全体を想像して発注していくって形のことをやってますね。なかなかない。かわいい。いいですね。やっぱスタイルもいいなぁ。いいっすよ。かわいいですね。やっぱスタイルも全部いいなぁ。というわけで MB の日常を見ていただきました。まあなんかいろいろやってますけれども、こんな感じで MB アイテム作ったりとか、展示会回ったりとか、トークショーやったりとか、イベントこなしたりとか、日々過ごしております。この仕事の隙間にメルマガ書いたりとか、 YouTube 撮ったりとかしてるわけなんですけれども、なかなかバタバタした日常が伝わればというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は MB の日常 Vlog 的にお届けいたしました。はい、というわけで MB チャンネル、普段は商品紹介、豆知識、ファッションロジックなどをお届けしております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。MB でした。バイバイ。